お前だけか。私はてっきりお前らの軍師様に会えると思ってたが、彼女には我々幕府軍もかなり手を焼かされた。抵抗軍がここまで持ちこたえたのも彼女のおかげだろう。だがそれも終わりだ。これだけの戦力差、策略はもはや意味をなさない。すでに抵抗軍の底は知れた。将軍様に逆らう者にはそれ相応の罰を受けてもらおう。俺は丹後宮様を信じてる。俺たち抵抗軍の兵士たちを信じてる。メガリレーは正しい道なんかじゃない。俺たちは抵抗をやめない。いいだろう。それとお前たちも最新の検証令を見ただろう。あの金髪の旅人、今お前たちのところにいるはずだ。そいつを渡してくれるのなら息をつかせるくらいの時間はやろう。この時期に戦うのは双方にとっていい選択ではないからな。まさかそのために造営を。彼は将軍様にとって重要な存在なんだ。抵抗軍にとっては不要であると私は思うがな。それは違う。彼は抵抗軍にとっても重要な存在だ。彼はもう抵抗軍に入り俺の部下になっている。お前らに差し出すことはできない。抵抗軍は仲間を売ってはならない。それが丹後宮様が遥か前に決めた規則だ。五郎様、うっせえ。それにお前もどうしてきたんだ。わかった、共に戦おう。また会ったな。今回は見逃してやらんぞ。お前が抵抗軍に入ったのは彼らの後ろに隠れるためだと思ってたが、ここに現れたということは私の想像以上に勇敢であるということか。ならばこちらから提案がある。今回の人前秘部、お前が抵抗軍を代表して出陣するというのはどうだ。人前秘部、なんだそれ。戦いが始まる前に両軍から精鋭を選び、一名ずつで対決を行っていくことだ。優勢な方にとってあまり意味のないことだが、劣勢な立場であれば士気を立て直す絶好の機会だが、彼女の目的は明らかなものだ。これを機にお前を捕まえたいのだろう。無理はするな。このまま全員で戦いを始めても構わない。どうするんだ旅人、お前が決めてくれ。永遠の脅威となる全ての要素を排除する。それが将軍様の命令だ。気をつけろ、向こうにいるやつも強いぞ。敗北を期してか。頑張れ。このまま戦っても意味がないみたいだ。兵士たちよ、かかれ。浄土を開口せしは永遠なる鳴る雷。どうやら戦いは避けられないようだな。ぬかゆっと祈る者、俺に続け。
強いでござるな。傭兵代を払ってもらえるといいんだがな。カズハ、久しぶりでござるな、友よ。ごきげんよう。お初にお目にかかります。まずは自己紹介をしましょう。私は三五宮ここみ、抵抗軍の指揮官であり、渡墨島の荒人神の巫女です。この肩書きは初めてお聞きになるかもしれませんが、簡単に言えば、渡墨島は現在私が管理しています。それと、あそこは抵抗軍の本拠地でもあります。実はすでに、北斗さんと和葉さんからあなたのことはお聞きしていました。ただ、抵抗軍のところに来るとは思ってもいませんでしたけど、この後、何かお考えは？でしたら、三五宮へ行ってみてはどうでしょう。幕府軍が一時的に撤退したとはいえ、戦争はまだまだ終わりを迎えることはありません。メガリレーは廃止されておらず、天領奉行と雷電将軍も止まる気配はない。問題は何も解決していません。三五宮へ行き、今後の対策を練ることをお勧めします。いかがです？僕も行っていいかな？渡墨島には詳しいんだ。引き続き君の案内役ができると思う。五郎、こたびはお疲れ様でした。抵抗軍の力はもとより幕府軍より弱いもの。私がいないこの期間、きっと大変だったでしょう。この後もまだあなたには残ってもらう必要があります。幕府軍を見張り、負傷人員の治療をしてください。ここには傭兵を手配します。和葉さんもいるので、あなたもいくらか楽になるでしょう。任せてくれ、三五宮様。私はもう一つ用事が残っています。先に三五宮へ戻らなくては。準備が終わったら鉄兵のところに行ってください。彼があなたを三五宮へと連れて行ってくれるでしょう。これまでの貢献、感謝いたします。これからは、共に戦いましょう。稲妻の、未来のために。